岩手県を訪問している天皇皇后両陛下が陸前高田市で開催された全国植樹祭の式典に出席されました。震災による津波の犠牲者を追悼する公園で全国植樹祭に出席した天皇皇后両陛下は開会に先立ち、黙祷を捧げられました。震災を乗り越えてこの度、全国植樹祭が開催されることは 誠に意義深く復興に向けた地域の人々のこれまでの頼みない努力と大会関係者の尽力に深く敬意を表しますその後天皇陛下は南部赤松などの苗木を皇后様は紅山帽子などの苗木をそれぞれ植えられました両陛下は今夜皇居に戻られる予定です